35度まで上がる見込みです。東北から沖縄この先も厳しい暑さに注意が必要です。体調管理お気をつけください。はい、気象予報士の弓木春奈さんでした。3時のニュース内藤がお伝えしました。3時10分になります。ここらじはい、時刻は3時10分になりました。木曜ゴーラジパーソナリティの岩井川の井川修司です。アナウンサー神戸幸太郎です。引き続き男性ライフスタイル誌ディレクターのモヒカン小川さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川ちゃんの話をずっとしておりますがメールが届きまして、はい、福岡県の松竹栄さん70歳の方ですね、うん、息子が20代の頃アメリカのパイロットが着ている革ジャンを買ってきました、うん、これは火をつけても燃えないと自慢げにしていたので、うん、タバコの火を押し付けたらポッと穴が開いてやめようみんなで爆笑したことを思い出しました。うっそー、その革ジャンにハマっていた息子も今は1年生の男の子の親になります。ああ、そうなんや。親子で革ジャンを着られる日を楽しみにしている。ああ、いいですね、はい、それこそ親が着てた革ジャンをお父さんが引き継ぐっていう。ああ、いい話ですね。そういう、まあ、親が育てた、まもなく右方向で、ね、この先右方向で孫の世代とかまで行けるんじゃない。いや、全然行けるんじゃないですか。いいですね。ヒロシさん、福島県の78歳の男性です。革ジャンの保管方法を教えてください。1年に1回だけ、うん、捕獲油から出てくる革を保つ油を塗っているけれども、うん、デパートで聞いたら靴売り場のを勧められました。まもなく右側の裏側の革ジャンの油で若干違ったりするので、うん、革ジャンの油っていうのが出てるので専用のものがいろいろあるんですよ、はい、でそれをちゃんとして換気のええとこに置いとかんとすぐカビおるから、で直射日光が当たっちゃったりすると色も褪せちゃうんで、やっぱり日陰の風通しのいいところじゃないとカビちゃうんですよね。そう、全然、はい、カビ出た時のショック足らないで大事にしてたのでこっちかまったら、はい、専用のものがあるということですのでね、はい、はい、ここのとこ入るとき信号無視やった。この新聞を務めますのは誰でしょう。はい、私アナウンサーの村上恵理子です。出た、美しすぎるアナウンサー何すっかえた、今日はすっかえたなちょっとね、メール来とるんですよ。あ、何でしょうか。兵庫県の男性45歳玉ねぎ爆弾さん、はい、今日のテーマ〇〇にハマってます、うん、私は村上恵理子アナにハマってますめっちゃ喜んでるやん自分は見事しょうもな。もうちょっと続き読むのやめようかなと。何ですか、何ですか。ややこしい性格も含めて可愛らしい方ですね。7月8月はいろいろとイベントもあるので一度実物に会えるといいなと思ってます。ああ、ぜひぜひこの後で。この話をしておくと美人の機嫌が良くなるんでしょうか。あと相川さんとかに電話が出しますと読まれてる。読まれてますよ、はい、ありがとうございます。玉ねぎ爆弾さん、複雑で簡単な性格が好まれてございます、はい、じゃあ行きます、はい、参りましょう。どうぞ。岩井が相川と無理人の星の関西圏モノワーズ。ございまして、世の中には見過ごせないと今度は違和感を覚えるようになりながら、ちょっと腹減ってきたな。それを見て人間を信じ43歳の私、闇の住人こと伊賀の視点から中学の国をついてついてほじかり返し、もうしていこうというこのコーナーでございます。はい、ということで今回すごいお昼に食べようかと思ったか、雨が降ってたらな、ここで取り出すようにお昼用のラーメンとか置いてる。言われる女だなと思いましたね。こういう革ジャンとかそんなに理解を示さないでしょ。だってなんのために走って着々思ってなくちゃいけないんですか。何のためにこんなピンク色のリボンが山本さんにいたね。それまで腹減ってない。そうですか。
どうぞ連れてるの。それで、ね、いただいてるんですよ。東京都のね、用意どんさん、はい、僕の子供の部分は負けず嫌いです、うん、特に路線バスの降車ボタンを、誰かに先に押されるとものすごく悔しくて敗北感が大引くんですよね、うん、そのあまり見ず知らずの男の子を泣かせてしまったこともあります。嘘、何をしたんでしょうか。あれ押したくてこうじーっと待ってるちびっ子もおるからね、はい、あんた押しやーいでこう持ち上げてんのにさ、横でサラリーマンのおさがって押してまうんだよ。止まってたんやろか。何？ビール飲みながら祭り見とった時あったやん。それは降らない。ここではビール飲んで。で、幼稚園。前の時あれだけど、あそこフェリー乗る番やった。で、ファインのところに車を置いておいて、うん、見に行って、夜の10時か8時半、ね、10時がなかった、出発だな。前の時は潮祭りを見に来たんじゃなくて、たまたまフェリー乗るために来たら、やっとった。
汚さないようにお願いします。でも男プリンズリー意外と多いですかね。あそこら辺は役所の駐車場ってないの？ということかもしれないんですが、北海道のお茶間ガールさん、はい、私の子供だなと思うことは、落ち込んだり怒ったりした後、機嫌が治ってもその態度が変えられないこと。本当はもう落ち着いているのに泣いてしまった手前、まだ沈んでいるふりをしなければいけない気がしたり、機嫌が治っているのに怒っているような無表情でいなければいけない気がしたりして、なかなか笑うことができません。大カタカタだよな、大きい果物。自分の振りが強すぎたから、すぐに機嫌直したら私現金のやつって思われるんじゃないかな。ね、こんな簡単なことで私の機嫌が直るんとこ見せていいのだろうかみたいなことで、さらに周りに迷惑をかける。めんどくさい。読んでますね、井川さん。めんどくさい。だから俺はもうそういう人やなと思ったら、もう 100% 俺相手しますよ。相手相手じゃない、相手じゃない。それか、それを全部説明します。今なんか、大変な空気出してたんでしょ、あなた。なんか密集地帯やね、ここね。建物の密集地帯。本当にあれですね、構ってもらってもらって、中華半島そうですか。そうですよ。いや、なんかこっちが悪いことしたんだな、それは謝りますよ。ええ、でもいつまで怒ってんねんみたいな。いつもこれポンポンで番組の途中ですが、札幌から気象情報です。千歳市に出されていた大雨警報が解除されました。千歳市に出されていた大雨警報解除されました。札幌から気象情報です。見て、今日は寝るだけやったら監督見るわ。寝るだけに入る感じ。前もちょっと空気変えるブラブラして、だからしばらく用事しないと、まあ、変わらないみたいなことがもたらす悪影響からして、日課を見学を用事までかな。そうなんですか。だってその方が自分も楽やって、できます。どうやってやるの。できるっていうか、したらいいと思う。いや、さっきまで思ってたけど、今機嫌直した方が良さそうやな、直そうって言ってしまいました。無料で飲めるとか言ってたな。死因できるような死んでるようなあのうちの情報は今年やな、うん、いったのこと言ってたからな、うん、昨日ちょっと練習飲みすぎたな。まあ、いやちょっとやめようかな。うん、まあ、いびきたいとね、撮ったわよ。グッて磨いてた。うん、磨いてた。パターン9みたいな。え？パターン9みたいな。昨日よかったわ。私一人でトイレ行ける場所で起こさないかんかったって。あそこやから飲んだらいいけどね。料理が美味しかったが調子こいてな。はい、なるほどね。料理だけこういうのもったいないですね。お父さんのもったいないはちょっとわけわからん。でも容器あったで。一人あんなんて来るとは思ってなかった。小さいもんか。私も一口で良かったけど、大人がついついでくれたから自分がもういらんから、あんな大きく思ってなかった。
カップの方が良かったかな、リンクとか、うん、でも生ビール美味しかった。すぐ入ってた後ですね。新人みたいな人のことをボロクソに言うとったと思うけどな、 あのここの場所にはいない人のことをな、うん、あのいる人たち2人にな、あいつな言うてもこう車入れるのな、うん、見てるだけみたいな感じなんやで、美瑛のとこやで、あのフラの富田、うん、富田のとこ怒ってきたってみたいな感じで言うとった、立ってるだけや、何しとるかわからんとかいう感じでな。女の人だけどバスが入ってきたら、うんうん、いかん言うとったのに押し切られとったの、うん、なんで他の警備員言うといたよな、うん、
まあ、臨機応変に浮かんでたの。これ、まあ、危ない。あんなとこ入ったら。巻き販売中やって。350乗ったやろ、うん、ガスが出て何秒でいっぱい乗ったやろ、うん、で、出しまったやろ、うん、量的にいかないの、うん、だから、なんか覚えてなかった、朝のうち何やったか。そうですね、まあ、食べ物よくないですね。これ何でしょうか。男性って子供の頃
信号赤やから見てごらん。花火大会31日もね、最初の日とね。ちゃんと調べたら見てなかったな。あ、そう。感じだったなと思う。やっぱりね、まあ、そうですね。子たちはね、たまには、とか、なんか、話してるんでしょうけど、およそ700m 先、左方向です。ゴンドラ通りに行くのは初めて。およそ 500m 先、目的地周辺です。いつもゴンドラからこう回らないけどな、今日のこの裏道通したところ。そうですね。でしょ、冷静にこう引いた目で見れない。はいはい、これは子供っぽい。ありますね、そういうことね、はい、これまず一つ幼稚な考え方。道の駅行ったって気に使わない。道の駅わがままや自分勝手な振る舞いに出てしまう、ね。まあ、とりあえず社会というものは集団行動を基本としてるわけですよ、ね。でも社会に出る年齢になってもなお自己中心的な言動で周りを困らせてしまう態度もですか ね、はい、すいません。これがまあ子供っぽい、ね、わがまま自分勝手、はい、これは子供っぽいと言われてしまう。で自分でも思い当たる節がちょっとあったりするとか、うんうん。で3つ目、うん、理解に苦しむ趣味、ね、これはまあ男女ともに、はい、ね、カワちゃんもそうハンドバッグもそう、ね、あとは子供の頃から好きだったもの、それを大人買いして今もなおおもちゃとかでおもちゃの甘いエアガンとかもそうでしょうし、フィギュアとかもそうでしょうし、まあ、それが理解に人になかなかしてもらえない、うん、あとは服装髪型など極端な分かる、ね、そこんな格好してんの子供じゃないんやなとか、はい、ね、こういうことよくあるんですよ。ありますね。で、まあ、詳しく言えば国際文化的だと思うんですけど、大体この3つのいずれかに分類されると思うんですよ、はい、この行い行動って。でこう考えるとこの反対、ね、さっき言いました物事を俯瞰で見ることができない幼稚な考え方、この先中心で投稿してください。でわがままじゃない、うん、協調性がある、うん、で理解と包容力があるのが大人、うん、第二駐車場ということになりますよね。はいはいはい、ちなみにちょっと皆さんに聞きたいんですけど、
この人子供やなって思う人は周りにいますか？だって自分がそうだから周りです。周りもね、自分は自分であったとしても、周りにこの人こういうとこ子供やわいつもとか、うん、村上さんの場合ご主人とか、あーそうですね、こういうとこ子供っぽいなとか、うん、まあ上司とか、はい、ね、うんうん、はい、家族中にか、もっとはるかに遠いな、遠いな、遠いな、はるかに遠い、大人になれよみたいな。そうですね、確かにそうですね、夫の場合とかかな、ごめんなさいとかね、やっぱり言いづらくなってきたり、うんうんうん、素直にね、さらっとあそんなの、あ、いいよいいよみたいに言ったらかっこいいのになみたいな時、子供っぽいな、うん、なとか思うかな、お互い手なんだけども、はい、ね、あるかな。で、大体あなた方は人に対してそういうのを感じた時に、腹が立つんだと思うんですよ。ああ、立ちますね。子供っぽいな、うん、子供やなとか、うん、ちょっとっていう舌打ちが心の中にあると思うんです、うん、で、まあ何やったら、まあ音が音が実際に起こって、ウィッカウィスキー一番に行ってみろかな、うん、しまった終わり、お水。